はい、ちょっと一休ミルクティー風味レビューしていきます。普段あんまり紅茶飲まないタイプだからちゃんとレビューできるか不安ではある。プロテインの粉は白色で若干だけ紅茶の匂いが漂ってくる感じ、ちょっと薄い印象を受けるね。プロテイン水に溶かしました。薄めではあるけどだいぶ紅茶の色になったね。フレーバー名通りミルクティーって感じ。はい、ちょっと引き合わせミルクティー風味プロテインいただきます。なんか甘くね、なんか紅茶にしてはすごい甘い感じがする。味はなんかよくあるリプトンみたいな味なんだけど、そのリプトンをもっと甘くしたみたいな。これ好み分かれるんじゃないかな。紅茶といえばお茶っ葉の渋みでしょみたいなのを求めてる人にとってはこれ絶対違うなってなっちゃうと思う。なんとも。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ、チャンネル登録してくれ、コメントもしてくれ。